マーフリーイズボロは、アメリカ合衆国テネシー州、ラザフォード軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査で、の人口は108,755人であり、2005年の特別国勢調査で確定した人口81,393人から、大幅に増加した。テネシー州内の人口重心が市内にある。 13の軍からなり、人口166万6566人となっている、ナッシュビル都市圏に属している。マーフリーズボロは、ナッシュビルの郊外と考えられることもあるが、ナッシュビルからは35マイル離れており、またそこそこの人口を抱えているので、別の都市圏を作っており、巡郊外とも考えることができる。テネシー州では、 成長率の高い主要都市であり、全国的にも成長率が高い方にある。1990年の人口4万6千人から2000年の人口6万9千人は成長率50%だった。市内には州内最大の4年生大学であるミドルテネシー州立大学があり、2009年の学部生数は2万2299人。 学生総数25,188人となっている。2006年、マーフリーイズボロシは、雑誌、マネーで、アメリカが死中国の人口5万人以上の都市745都市のうち、住みたい場所ランキングの84位に位置づけられた。1811年、テネッシー州議会が、ラザフォード軍の軍庁所在地を設立した。その町は当初、テネッシー州の政治家、 ニュートンキャノンにちなんで、キャノンズボロと名付けられたが、間もなく、アメリカ独立戦争の英雄ハーディ・マーフリー大佐に、ちなんで、マーフリーズボロと改名された。マーフェリーは著作家、メアリーの愛嬢マーフリーの曽祖,祖父にあたる。テネシー州が、西方に拡大するにつれて、それまでの州とノックスビルは、州の西端から移動するには遠すぎて、重荷になることが、明らかになり、 1818 18年に、マーフリーズボロがシュートになった。しかし、1826年には、シュートがナッシュビルに移された。1862年12月31日、ストーンズリバーの戦い、またの名をマーフリーズボロの戦いが、マーフリーズボロ近くで、北軍カンバーランド軍と南軍テネシー軍との間で戦われた。この戦闘は、南北戦争の中でも、 大きな戦闘になった。12月31日から1863年1月2日までに23,515人の死傷者が出た。損失率の高さでは、この戦争の中で最も流血の多い戦闘となった。ケンタッキー州中部でのペリービルの戦いの後に、南軍が後退し、東、テネシーを通ってから北西に転じて、マーフリーズボロを守った。 南軍ブラックストンブラッグ将軍配下の熟練した、騎兵隊が、北軍ローズクランズ将軍の軍隊に上乱攻撃をかけて成功し、その動きを止めて、補給部隊を捕獲、破壊していたが、ローズクランズ軍に補給物資や援軍が到着する、ことを完全に止めるまでには至らなかった。マーフリーズボロの戦いは、損失が大きかったが、戦術的には引き分けであり、現在は、 国軍の勝利と考えられている。戦闘が終わった時、ブラッグ将軍は36マイル南のタナホマまで撤退した。ローズクランズ将軍は6ヶ月後の1863年6月に補給線が整うまで南軍を追撃しようとはしなかった。この戦闘の後、チャタヌーガからアトランタの戦いへとつながり、 ウィリアム・シャーマン将軍による海への進軍によって、南軍にとっては、東部戦線と西部戦線が分断されることになったので、戦略的には重大な意味を持っていた。ストーンズ・リバー国定戦場は、現在歴史史跡に指定されている。ローズ・クランズ将軍がさらに南に進軍するには、補給線の確保が、重要ごとだった。マーフリーズボロは、北軍の補給基地とされた。 マーフリーズボロの戦いから間もなく、カンバーランド軍の工兵隊長、ジェームズ・セント・クレア・モートンが、町の北西2マイルの地点で、ローズクランズ要塞建設の任に当たった。この要塞は、広さが225エーカー以上あり、この戦争中に建設されたものでは、最大の要塞だった。この要塞に、大量の物資が保管された。要塞には8つの三角砲。 4つの方形歩があり、これらをつなぐ要壁があった。ナッシュビルチャタヌーガ鉄道とストーンズ、川西支流が、砦の中を通っていた。この2つの経路で、追加物資の搬入が可能だった。要塞の中は、製材所、倉庫、平坦保管庫、弾薬庫など、大きな平坦資源センターがあり、作戦展開と要塞の防御に当たる2000名の、 兵士のための宿舎があった。この要塞の建設が急がれて6月に完成すると、ローズクランズ将軍は、ホレーショピー・バン・クレイブ順将を守備隊に残して、南に進発した。この要塞が、南軍に襲撃されることはなかった。これは、北軍がマーフリーズボロの町の中央にある軍庁舎に、大砲を向けて、いわば町が、人質になっていたことも原因だった。 工作物のかなりの部分が現在も残っており、戦場は都市の中に組み込まれている。マーフリーズボロの街は主に農業社会として始まったが、1853年までにいくつかのカレッジや専門学校ができて、テネシー州のアテネというあだ名がつくまでになった。南北戦争の後遺症はあったものの、1900年代初期には南部の大半とは、 対照的に成長の勢いを取り戻した。1911年、テネシー州が2年生の教師を育てる中部、テネシー市販学校を創設した。その後テネシー女子カレッジとの合併もあった。1925年には4年生大学に拡大された。第二次世界大戦後に拡大を続けて、1965年には、ミドルテネシー州立大学となった。 現在は、州内で最大の学生数を誇っている。第二次世界大戦の結果、マーフリー,ーズボロは、農業に基づく経済から分かれて、製造業や教育産業のある多様な経済に変わっていった。終戦後安定した経済が続くだけ、着実に成長を続けた。1990年の人口44,922人から2010年の、 人口100.575人では、成長率123.9%となった。2009年4月10日午後12時半ごろ、改良藤田スケール EF4 の竜巻が、マーフリーズボロ市西部と北部の縁を襲った。この結果、二人が死亡し、41人が、負傷、845個の家屋が損傷を受け、全壊117個、半壊292個。 一部損壊175個、さらに255個が何らかの被害を受けた。この竜巻では、アメリカ国立気象局の記録で、ほぼ半時間継続し、被害総額は4000万ドルを超えたと推定されている。ブラドリーアカデミー博物館マーフリーズボロは、北緯35度50分46秒、整形86度23分31秒。 北緯35.84611度、西十86.39194度、35.84611-86.39194に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は39.2平方マイル、このうち陸地は39.0平方マイル、水面は0.2平方マイルで、水域率は0.54%である。 マーフリーズボロ市はテキサス州の地理重心にある。ミドルテネシー州立大学の北約半マイルの位置、オールドラスカサスパイクの公式サイトを示す石標がある。ストーンズ、川西支流が市内を流れている。歩道のグリーンウェイがこの川に並行して数マイル続いている。マーフリーズボロに行くにはナッシュビル国際空港。 スミルナ空港、ムキー及び、マーフリーズボロ市営空港、MBT を利用できる。市内を通る、高規格道路としては、週間高速道路24号線、アメリカ国道42号線、道231号線があり、周道では1号線、2号線、10号線、96号線、99号線、268号線、及び840号線がある。市は、 新しい交通機関として9つのバス路線を運行させている。バスは16人乗りで、車椅子用スペースが2つある。ローバーと呼ばれる、このバスは明るい緑色に塗られ、側面には、ローバーの文字と漫画の犬が描かれている。このバス運行システムは2007年4月から運営されており、メモリアルブールバード、北西ブロード通り、オールドフォートパークウェイ、サウスチャーチ通り、 マーキュリーブールバード及びハイランドアベニューの6本の通りを走っている。片道運賃は、成人1ドル、6歳から16歳の子供と65歳以上の高齢者50セントであり、6歳以下の子供は無料である。月曜日から金曜日の朝6時から夕6時まで走っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2008年に行った。 特別調査によれば、人口は10万575人と10万人を超えていた。2005年の調査では、人口8万1393人。2006年の国勢調査局による推計では、人口9万2559人、3万5842世帯、2万979家族となっていた。市内では、ミドルテネシー州立大学の音楽学部が行う。 メインストリートジャズフェストなど毎年の音楽行事がある。30年間以上にわたって、アンクルデーブメーコンの日がアンクルデーブメーコンの音楽伝統を祝ってきた。これは毎年7月に開催され、オールドタイム音楽やダンスの全国的な競技会がある。ミドルテネシー州立大学に音楽家庭があることで、トニーダンザタップダンスイクストラバガンザ、ア・プリフォー・パージング。 セルフ、フルイド・オン・シーズ、ザ・カティーズ、カウント・バス・ D、デストロイ・デストロイ・デストロイ、ザ・フィーチャーズおよびプロなど多くのバンドや歌手を育ててきた。市内のザ・スクエアに近く、芸術センターがあり、様々な展示会、演劇、コンサート、ダンス、および記述ーが行われている。マーフリー・ズ・ボロ衝撃場では1962年、以来様々な形態の演劇を公演してきた。 芸術と人間性を通じた青年活性化やマーフリーズボロ青年オーケストラなど新しい組織が音楽や芸術に根ざしたプログラムを若者に提供している。マーフリースプリング発見センターには双方向型展示室があり生徒の見学に人気がある。ブラドリーアカデミー博物館にはガザフォード群発の学校に関する 収集品や展示物がある。この学校は後に改修されて、マーフリーズボロでは唯一のアフリカ系アメリカ人学校になったが、1955年に閉鎖された。キャノンズバーグ、開拓ビレッジは、1830年代から1930年代に、開拓村が、どのようなものであったかを再生している。見学者は製粉所、校舎、リーマンハウス、車掌舎 結婚式用礼拝堂、さらには診療所などを見ることができる。ストーンズ側国定戦場跡、博物館と戦場跡があり、南北戦争中の1862年12月31日から1863年1月3日まで行われた、ストーンズリバーの戦いについて説明がある。オークランズ歴史的家屋博物館。 ストーンズリバーの戦いにも関わった19世紀の家屋、野球場もある市内には大きなショッピングセンターが2カ所ある。ストーンズリバーモールは伝統的な屋内型センターであり、フォーエバー21、エアロポスタル、ジャーニーズ、ホットトピック、アガッシティラーズ、バックル、ブックス・ア・ミリオン、ジオリーブ・ガーデン、ティジー・フライデイズなどの店舗やレストランがある。 アベニューマーフリーズボロは屋外型ライフスタイルセンターであり、アメリカンイーグルアウトフィッターズ、ホリスター、ベストバイ、ベルク、ペットコ、ディックススポーティンググッズ、イクスプレス、ミミズカフェ、マカロニグリル及びロングホーンステーキハウスなどの店舗やレストランがある。歴史あるマーフリーズボロ中心街にも南北戦争前の軍庁舎を囲むように様々な店舗やレストランがある。 マーフリーズボロの新聞として、次のものがある。ラジオとテレビは、各3曲ずつある。ラザフォード軍庁舎市内には、統合郵便外来薬局がある。福音軍人援護局が発案したものであり、全米の戦略的位置に置かれたコンピューターを使い、退役軍人が郵便で、処方箋に従う薬を発注できるようにしたもので、ある。市内では、 アルビンシーヨーク体育軍人病院の構内にある。2006年11月時点で、マーフリーイズボロの主要雇用主企業は以下の通りである。ありがとうございます。